初代ロスチャイルド男爵ナサニエル・メイヤー・ロスチャイルドは、イギリスの銀行家、政治家、貴族。英国ロスチャイルド家着流の第三代当主。1840年に、英国ロスチャイルド家の着流であるライオネルド、ロスチャイルドとその夫人シャーロットの長男として、ロンドンに生まれる。弟にアルフレッドとレオポルドがいる。父、 ライオネルの弟たちは、ナサニエルド、ロスチャイルド以外に子がなかったため、ライオネルの息子3人が、英国ロスチャイルド家の全財産を受け継ぐ立場であった。ケンブリッジ大学トリニティカレッジに進学し、在学中に、皇太子バーキと親友となる。1865年7月11日に、ロスチャイルド家が、王子主として影響力を持つ。 バッキンガムシャーリスバーリー選挙区から自由党候補として出馬して、庶民院議員に初当選し、貴族院へ移籍する1885年まで当選を続ける。1876年に死去した叔父アンソニーから順断爵位を継承し、1879年に死去した父ライオネルからオーストリア・ハンガリー帝国の断爵位を継承した。また父の死により、 弟二人と共に NM ロスチャイルドサンズの共同経営者に就任した。1882年にイギリス軍がオラービー革命を鎮圧してエジプトを占領した際にはエジプトの財政再建のために850万ポンドの借款を提供した。その恩賞で1885年にビクトリア女王よりロスチャイルド団爵位を授与された。彼は ユダヤ教とユダヤ人で最初の貴族院議員であり、宣誓の際にはユダヤ教の三角棒をかぶり、ユダヤ教式の宣誓を行った。祖父の代からの伝統で形式的に自由党に所属していたものの、彼自身は保守派であり、革新的な政策にはすべて反対した。改革政党に潜入し、内部から改革案を潰し回る保守派のお手本のような人物だった。 さらに1886年からは自由党を離れ、自由党一党に所属し、保守党と自由党一党の連携の橋渡し役を務めている。しかし彼の改革に反対する演説はいつも白色さに満ち溢れ、理路整然としていたため、親友の保守党党首ベンジャミン・ディズレーリからも感心された。ディズレーリは歴史的事実について知りたいと思うときは、 いつもナサニエルに尋ねたと語っている。逆に性的からは恐れられ、1909年には自由党政権の大倉大臣、ロイド・ジョージから我々の改革への一切の道はナサニエル・ロス・チャイルドの命により通行禁止という注意標識一つで封鎖されるのかと名指しで批判された。1867年にケープ植民地でダイヤモンドが発見されると、いち早く、 アングロアフリカンダイヤモンド鉱山会社に投資し、1887年には、同社をセシリ・ローズの鉱山会社デビアスに交流させ、ローズの単元に応じてデビアスに100万ポンドの投資を行った。以降ロス・チャイルド家はダイヤモンド産業にも深く関わるようになった。ローズはエジプトからケープ植民地までアフリカ大陸を縦断するイギリス植民地帝国を 建設するという壮大な野望を持つ無想的帝国主義者であったため、1890年にケープ植民地首相になるや、デビアスの資産を帝国主義的拡張のために使用したいという要望を出資者のロスチャイルド卿にしてくるようになったが、現実主義者のロスチャイルド卿の反応は冷ややかで、我々はデビアスをダイヤモンド会社に過ぎないと考えていると断っていた。 事前事業にも取り組み、ロンドンの4つの病院のパトロンとなり、英国籍従事者の会長も務めた。ユダヤ人同胞に対する事前事業にはとりわけ力を入れ、ユダヤ人自由学校の運営に巨額の資金をかけた。迫害を受ける同胞の保護にもあたり、ユダヤ人迫害を推進するロシア帝国に対しては強い憤りを感じていた。 ロシア政府が融資を求めに来た際にも、門前払いにしている。また1904年の日露戦争では、ニューヨークのユダヤ人銀行家、ジェイコブシフから、日本の勝利が、ユダヤ人同胞を迫害する、チャーリ体制打倒のきっかけとなるとの誘いを受けて、日本を財政的に支援した。とはいえ、日本に関心があったわけではなく、新日課の次男チャールズが、 N.M. ロスチャイルドサンズの視点を日本に作ることを提案してきた際にはにべもなく却下している。また、祖父の代からの付き合いで南米諸国と親しくしていた。ブラジル政府の国債や19世紀後半に独立したチリの国債をしばしば引き受けている。チリの国債は人気があったのでチリ政府は相手銀行を選べる立場にあったが、 ロスチャイルド家とは条件に関係なく、優先的に付き合っている。ロスチャイルド教の長男ウォルターは、テオドール・ヘルツルのシオニズム思想に影響を受けていたが、ナサニエル自身は、ヘルツルとの会談には応じたものの、シオニズム思想には何らの共感も示さなかった。がっかりしたヘルツルは、のみならず、ナサニエルは、シオニズム思想が、 ユダヤ教とイギリス国民の国民としての立場を危うくすると危惧し、イギリスユダヤ人たちに号令をかけて、反シオニズム組織を結成させている。1889年から1915年まで、バッキンガムシャー総督を務めた。1915年3月31日に死去したが、ちょうど第一次世界大戦中の税制改正が行われた時期であり。 莫大な相続税がかかった。当時のロスチャイルド家の銀行は個人所有の形態になっていたためである。ロスチャイルド教自身も対戦中に死ぬことを恐れ、私は生き続けなければならん。もし死んだら私の仕事のうちで最大の失敗をしたことになるだろうと漏らしていた。さらにこの直後に弟のレオポルドやアルフレッドも相次いで死去したため、 さらに莫大な相続税がかかり、ロスチャイルド家は衰退を余儀なくされた。1888年6月9日のバニティフェア氏に描かれた、ロスチャイルド教の似顔絵自由主義的な祖父や父と異なり、政治思想的には保守的な人物だった。その物腰は貴族主義的であり、しばしば傲願不尊で嫌味だったという。世紀が変わったぐらいの頃、慈善活動家、 ハーマン・ランダウがホームレス収容所建設のために必要な費用2万5千ポンドをロスチャイルド教に援助してもらおうと入ーとー事務所を訪問したことがあったがロスチャイルド教はその説明を最後まで聞くことなく3万ポンドをポンと出した。しかし欲のないランダウは私の説明を理解しておられません。私は2万5千ポンドだけいるのですと答え5千ポンド減額することを求めた。 これを聞いた、ロスチャイルド教は同席していた弟レオポルドに、レオ、聞いたか。彼は我々に同情してくれるらしいぞと述べたという。しかし、こういう格下の階級に対する意地悪はまだ手心を加えている方であり、同階級の人間に対しては彼はもっと意地悪だった。ロスチャイルド教の不況を被った、ある公爵夫人は、彼女の友達が、 全員ロスチャイルド家のパーティーに招かれる中、一人だけ招かれなかったり、あるいは招待された時も、彼女の席は、グラッドストンとロスチャイルド教の間という、表向き主品扱いされているようで結局誰からも、話しかけられない位置にされるなどしたという。そのようなこともあって、英国史上、最も不作法な人は、ロスチャイルド教とウィンストン・チャーチルという批評もある。 祖父と同様に小敷に、よく金貨をあげていたが、お礼を言われるのが苦手で、金貨をあげるとそ,そくさとその場を逃げ去ることが多かったと、いう。1867年に、ロスチャイルド家の本家であるフランクフルトロートシルト家の、霊場エンマルイーザ本堂トシルトと結婚した。二人はいとこの関係にあたる。エンマとの間に、以下の三子を設けている。ありがとうございます。